完璧は幻想ということで、まず最初に推しの子を紹介するときに重要なネタバレなしで面白さを伝えるって難しいですよね。そこで僕はショート動画で推しの子を紹介したかったんですが、ショート動画って見たくて見るものではなく勝手に勧められて見るんで、どうやったらまだ見てない方へネタバレなしで推しの子の面白さを広めることができるのか、アイドルアニメと勘違いさせたままダーク要素を伝えれるのか、それと同時に見てる方すらも楽しませるにはどうすればいいのか、その方法を見つけてしまいました。それが僕の投稿した1分のショート動画。これがかなり大反響で2日で100万再生を超えて、さらに高評価率も過去一です。しかし意味が理解できない方にだけはかなり批判的な意見もありました。でもそれは狙い通り、まずは何も考えずにこの動画を見てほしい。はい、アイドルグループ B コマチの絶対的エース、大人っぽく歌もダンスも上手い天才でファンを愛する完璧な美少女。結成4年で体調不良により活動休止をするも、休養中に子猫を飼い始め相当稼いでいることがわかる。とあるライブでは双子の赤ちゃんがオタゲを踊る異常事態が発生し、リツイートは21万と大きくバズり、その時の愛の反応が可愛く、そこから1年でモデルやラジオアシスタント、ドラマでも一瞬中活躍し、さらに2年後には映画で主役を食ったことでモデルからバラエティまで様々な方面で活躍し、街には愛の立て看板、フォロワーも100万人、ドラマは主演で視聴率も高く、ドームすらも決定してしまい、まるで嘘のような存在。人気になる前は生配信もしており、何を聞いても曖昧な回答だが、このミステリアスさが知りたい欲を上げ、苦手な食べ物は白米で、白米の中に砂やガラスが入ってることが怖いらしく、恋バナをした時には匂わせ発言もあったが、愛はファンを大事にしており、アイドルの愛が恋をするわけがない。いつだって君は完璧で究極のアイドル、そんな愛は人を好きになったことはなく、配信で愛が言っていたのは、知ってほしい、私の汚いところとか嫌なところも全部ひっくるめてそれでいいって言ってほしい、私は本当は。こんな感じの動画で分かる人には分かるはず。これは僕が作った動画ではないんです。アニメの中の愛のファンが作った動画、この世界の視聴者目線で作られた動画なんです。これを理解してもらった上で再度解説しながら見ていきますが、アニメ第1話と45510という小説を読んで、主題歌のアイドルを聞いてから見ると内容がより分かるようになってます。それではどうぞ。はい、アイドルグループ B コマチの絶対的エース、大人っぽく歌もダンスも上手い天才でファンを愛する完璧な美少女。実際に愛はファンを愛そうとはしてるけど、愛せてるかは分からない。完璧に見えるのは完璧を演じているから。でもファンはそんなことを知るわけもありません。結成4年で体調不良により活動休止をするも、確かに体調不良とも言えるけど、本当は妊娠したから休止してるだけ。ファンに言えるわけがない。休養中に子猫を飼い始め、完全に嘘つきです。こないだうちの子がじゃなくてうちの子猫がね、口を滑らしかけたのを子猫を飼ってるとごまかして、その嘘をファンは純粋に信じているんです。ここはコメントが大荒れして、猫飼ってないよね、ちゃんと見てない証拠、猫飼ったのは嘘じゃない、猫は飼ってない、あ、子猫飼ってないぞ、ちゃんと見てないでしょ、気をつけてください、このコメント全部求めてたやつ。こういう純粋な方が気づいた時が一番面白い反応するんです。僕の嘘に気づいてないんですから。まるで愛のファンのように、相当稼いでいることがわかる。はい、給料少ないです。監督が言ってましたよね、芸能界に夢見るのはいいけど芸能界に夢を見るのはよした方がいい。ルビーは100万くらいありそうと思ってたけど、現実は20万くらい。これが芸能界のリアルです。でももっと人気になれば夢はあるのかもしれないです。とあるライブでは双子の赤ちゃんがオタゲを踊る異常事態が発生し、リツイートは21万と大きくバズり、その時の愛の反応が可愛く、それは自分の子供ですからいい笑顔も出るに決まってます。さらに双子目線で見ても転生してきただけなんで、ここは嘘の渋滞が起きてます。そこから1年でモデルやラジオアシスタント、ドラマでも一瞬中活躍し、これも本当は愛はがっつり撮影されてます。でも主演のことを可愛すぎる演技派女優と売り出してるんで、愛をがっつり映してしまうとイメージ戦略的に問題が起きます。愛は可愛すぎたから一瞬しか映されなかったんです。さらに2年後には映画で主役を食ったことでモデルからバラエティまで様々な方面で活躍し、街には愛の立て看板、フォロワーも100万人、ドラマは主演で視聴率も高く、ドームすらも決定してしまい、まるで嘘のような存在。この言葉の通り嘘のような存在ですよね。だって画面上の愛って作られた嘘の人格ですからね。ここからは小説の話ですが、小説の内容を話すことでダーク要素を伝えることができます。人気になる前は生配信もしており、何を聞いても曖昧な回答だが、このミステリアスさが知りたい欲を上げ、この小説とアイドルの歌詞がマッチしてるのがいいですよね。苦手な食べ物は白米で、白米の中に砂やガラスが入ってることが怖いらしく、これは愛の母が暴力的でトラウマになっているんです。恋バナをした時には匂わせ発言もあったが、愛はファンを大事にしており、アイドルの愛が恋をするわけがない。いつだって君は完璧で究極のアイドル。これ怖いですよね。愛のファンは子猫の件も含めて怪しいと心の中では思っても、それを信じたくないんです。完璧な愛だから好きで幻想を壊したくないんです。そんな愛は人を好きになったことはなく、配信で愛が言っていたのは、知ってほしい、私の汚いところとか嫌なところも全部ひっくるめてそれでいいって言ってほしい、私は本当は。これで動画は終わりましたが、この最後のシーン、これは尺の都合で切ったわけではないんです。先ほども説明した通り、これはファンが暗い愛を見て、それを信じたくないから、そんな愛を見たくないから意図的に消されたものです。少し不謹慎な話ですが、これ実はシリンの映像で
例えるとストレートに伝わります。例えば熊と戦う人間みたいな映像だったり、車の事故の映像など見たことあると思いますが、命が絶える瞬間って意図的に消されてますよね。それは撮影する人、アップロードする人の誰かが現実を受け入れたくないから意図的に消しているんです。人間は見たくないものを見た時、一般的な心理を持っていれば、この世から消せるものであれば消したい、記憶からも消したいとなるのが普通です。つまりこの動画を作ったファンからすると、愛の暗い姿や弱々しい姿は見たくない姿なんです。死んだも同然なんです。それに愛の弱い姿を拡散することはファンにとっても心が痛みますよね。だからこの映像は消されたんです。これがファン目線で作られた1分の動画の全貌です。実はアニメだけではなく、曲小説の面白さも組み込まれていたんです。実はタイトルにも仕掛けはあって、星野愛とは何者か解説しますではなく、愛とは何者か解説しますとなってる理由もこの動画を見れば理解したのではないでしょうか。という感じで、中にはアニメを見てないのにこの動画を見てしまった方もいると思いますが、一番重要なネタバレはこの動画でも話してないんで、ぜひ気になった方は見てみてください。皆さんも何か意見あればコメントで教えてください。という感じで今回の動画は終わります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。